皆さんこんにちは、はなです。午後のまったりとした時間に、先ほどは吉岡さんの素敵な歌声でゆっくりゆっくりされたと思うんですけども、はなはちょっとテンション上げていきますよ。皆さんついてきてくださいね。じゃあ早速いきましょうか。聴いてください、フライアウェイ。
聴いていただきました。改めまして皆さんこんにちは、花です。今日は音ヶ丘12回目、第12回目ですね。これは東日本大震災のチャリティーイベントということでやっております。募金箱もございます。皆さん気持ちの方ぜひ入れていただけたらと思います。責任を持ってね、石巻の方に届けますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。じゃあもう一曲元気な感じで続けていこうかな。皆さんの元気も欲しいので元気な人手叩こうか。
always stay in wrong. You are the apple of my eye. Forever you stay in my heart. I feel like this in the beginning. To a love too far for me to miss. And if I thought our love was indeed, I'd find myself drawing my tears. You are the sunshine of my life. That's why because you can do my rescue. And I know that this must be heaven. How could so much love inside of you? Oh, you are the sunshine of my life. ありがとうございます。カバー曲、いい曲聴いていただきました。次からまたオリジナル曲に戻りたいと思うんですけども、次の曲はですね、オリジンオブスマイルという曲名でして、これを日本語に訳すと笑顔の源という題名になります。今日も神宮なんですが、ちょっと水飲ませてください。そうなんですよ。この曲はですね、もう震災があった時に音楽を通して何かできないかなというミュージシャンたちが集まってて、でじゃあチャリティー CD を作ろうということになりまして、そのためにこの曲は作りました。今日も花の CD 持ってきてくれるんですけども、そこにこの曲の入ったチャリティーオムニバス CD が置いてあります。これは売上金というんですか、またね、被災地の方に寄付させて送らせていただきますので、ぜひこれを1枚買っていただきたいなと思います。この曲は明るい曲なのでね、またみんなで笑顔になってほしいと思います。では行きましょうか。おいしいおもスマイル。失礼いたしました。もう赤ん坊仕切り直しさせてくださいね。
カットカット、そうそうカットカット失礼、もとい、もとい、オリジンオブスマイル聞いてください。Thank you.
膨らむ想像、星のように輝いてる。あなたに話したいこと、どんどん増えてくばかり。待ち遠しさと、もどかしさに月が恋しい笑顔を映す。あなたに会いたいよ、今すぐ会いたいよ。会えない距離を超えたくて、今夜星に「とはおせちにも」
空